はい、どうもです。ネスパルプアプリ喋っていきたいと思いますね。今回は、本日2時のガチャ、まあ今日もちょっとごめんなさい、忙しくて遅れちゃったんですが、今日の2時から社長が、復刻してまいりましたので、まあガチャを引くべきかどうかなどを話させていただければなと思います。まあもう前提として、まあもう一度言いますが、まあまあ聞いてる方は、いつもから聞いてる方は聞き逃してもらっても構いませんが、僕が言うのは、まああくまでも、まあ無課金向けの、まあ割と評価になってまいりますね。無課金でも、まあ頑張ってる方とか、まあそういう評価できると思うので、まあまだ始めたばかりだとか、まあ、僕みたいにね、もうちょっとチームランクを上げたいなって人向けの動画となっております。ということで話していきたいと思いますね。で、今回のガチャが、まあ救援パワープロセレクションというわけで、ガチャの内容を見ていきますと、ピックアップは社長単体、1回目30個の PR 以上1枚確定、2回目40個の SR 以上1枚確定、3回目以降50個から SR 以上2枚確定、4回目 PSR 1枚確定、5回目社長 SR 1枚確定、6回目 PR 以上1枚確定ということで、まああれっすね、守るとかアマネとかの渋めのガチャになってまいりましたね。うん、まあ、結構ね、その社長の優遇っていうのも変わったかなと思います。まあ、社長ね、最近情報修正、キャラクター調整されて、少し使いやすくなってね、まあ、いつ復刻するんだいって感じの話になったんですが、今回、まあ、こういう感じで、まあ、搾取形式という形で、登場してまいりました。で、今回、このガチャについてですが、まあ、無課金の方、特に、高いチームランク、例えば PG を作りたい方、とかの方は、引くべきではないと自分は判断しますね。うん。で、このガチャを引くべき人っていうのは、北斗高校をある程度やり込んで、まあ、ジャギアミティもいて、さらに選手ランクを伸ばしたい方っていうのがおすすめだと思いますね。うん。なんで全体的な評価としてはあまり引く必要はないのかなと思います。まあ、社長ね、まあ、アマネと守ると同じような優遇で、まあ、非常に強力なキャラとなりましたね。パワー上限持っていて、まだ選手キャラで社長だけ。で、彼女キャラ含めると、テルモリと2人だけになっております。パワー上限持っているキャラが。で、自身も金徳一発逆転王と、査定がめちゃくちゃ高い、大打撃を確定でもらえるキャラで、大打撃の査定と、まあ、パワー上限の査定でめちゃくちゃ査定がもらえる。ってわけで、まあ、今ね、情報修正とか入って、北斗の上位ランカーの方ですね、特に。上位ランカーの方が査定の押し上げ、査定をぐんと押し上げる、まあ、ある程度天井が決まってきた中で、パワー上限っていう査定と大打撃の査定っていうのをまあ加えることによって、まあ、さらに選手ランクを伸ばすっていったような感じが社長なんですよね。うん。で、まあ、やっぱ社長って、まあ、査定は強力なんですが、やっぱ軽減点を取る、しかもやっぱり一癖二癖あるキャラなんですよね。なんで非常に使いづらい。アンドロメダ高校だと、例えば木村美香とか加藤京子がいないと、まあ扱いづらかったりだとか、やっぱりね、その体力回復イベント、体力消費のイベントが2つ減ったとしても、やっぱりその、やっぱ体力消費が多いっていうのも変わりませんし、得意練習が筋力っていうのが含まれている以上、まあ打撃走塁とかじゃなくて、まあ、筋力なんでね、もうあまりに使いづらいという感じで、まあ、一応ね、精神ボーナスを持った打撃キャラとして、まあ、強力ではあるのですが、やっぱり使うのにはある程度、クロード向けのキャラになってまいりますね。うん。なんで引くべきではないかというと、まあ、結局社長を使う人っていうのは、まあ、正直もう査定の押し上げをする人なんですね。特にもう上位ランカーの方なんで、まあ、例えば PG 目指してる方だったりとかしたら、まあ、正直社長とか使った6上限よりも5上限の方が明らかにその PG を作りやすいというか、あえてその癖のあるキャラである社長を、使うのではなく、普通に5上限シドレミとかそういうキャラを使った方が明らかに強いって感じになりますね。本当に社長って使いづらさと引き換えに査定っていうのを獲得してるようなキャラなんで、本当にものすごい試行回数を繰り返さないといけないんですね、社長が入ると。もともとハマらない北斗高校でもさらに試行回数を試される、非常にその頭が痛くなるような感じになるんですね。うん。で、今の環境だと、例えば社長を入れたデッキだと PG5 以上がおすすめなんですね。で、僕たちはまあ PG4 とか目指してるっていうなら、まだ5上限とか試行を使った方がまだ明らかにいいですし、まあ社長っていうのもやっぱり最大値こそは高い、まあ、金徳が強いんですが、
査定の代わりに経験点を割と食われるんですね。なんで大打撃まで取れないとかなったら、それはもう元も子もないですから、まあ社長使うよりやっぱり他のキャラ使う。しかも今回のガチャについては、まあ社長しかピックアップされない搾取形式でございますので、わざわざこんなリスクを犯してまで社長を取りに行く必要はない。例えば、去年の年末年始だと僕社長当てたんですが、その時、あ、ごめん、その時じゃない、エイプリルフールか、その時に当てたんですが、そういう感じで、バナー内で普通に副産物のキャラがいる中で、まあ、社長も出てきてくれるので、それを狙った方が明らかに、わざわざ社長だけのためにこんなガチャを引く必要は、僕はないと判断しますね。まあ、最終的に決めるのは、まあ、その人自身なんですが、まあ、正直今の僕の、まあ、デッキ PG6、まあ、7ですね、ほぼ7なんですが、このデッキはまあ全て、ごめんなさい、こいつだけ6上限なんですが、他全部5上限ですね。って感じで、やっぱ社長使うと強力ではあるんですが、別のキャラ使った方が、まあ、頭が痛くならないというか、普通にいいのかなと。本当にクロード向けのキャラなんでね、うん。なんで、普通に純正な5上限。5上限で、まあ、ハマるサクセスを狙うっていうのが一番丸い形だと思いますね、うん。まあ、個人的に社長が好きとかいう感じだったら、まあ、話は違うんですが。で、社長は、年末年始テーブルのキャラなので、まあ、他のキャラ、最近のキャラだと、誰だろう。ごめん、頭に思い浮かぶな。あ、古谷沢村みたいに、35で、まあ、ゲットしていれば OK って感じじゃなくて、こいつね、まあ、レベル45までいかないといけないんですね。PSR だとレベル42。そこまで到達しないと、あまり使いづらいというか、ボーナスがつかないんで、高いレベルで、まあ、高いレベルの所持が、要求されるキャラなんですね、社長って。なんで、そういう点でも今回渋いガチャでわざわざそんな社長高いレベルでゲットする必要も大してないですし、またどうせガチャ、なんかのガチャが来るので、そこで引いておくべきなのがおすすめ。うん。レベル35だと、まあ、年末年始テーブルの、ま、代表である、ま、2種類の基礎ボーナスっていうのが取れないんでね。まあ、それは非常に痛いと。まあ、精神ボーナス付きの打撃キャラという、そういう特徴を生かせなくなるので、まあ、もし社長を使いたい、どうしても使いたいって人がいるならば、フレンド欄で借りるのが丸いと思います。ちなみに、北斗高校で僕が使ってるこのデッキかな。このデッキだと、ま、社長を使わない。うん。社長北斗で使うっていうのは本当に、うわ、落としかけた。ジャギアミティを自陣で持っている人、とかだと思いますね。なんで、わざわざこんな社長引くより、次来る新高校だったりとか、レンチャン別バージョンだったりとか、ましや826、これから先に来る826のために石を貯めておくっていうのもおすすめ。で、今回に関しては、まあ、ガチャ券も引く必要はないですね。うん。そんなわざわざ社長だけのためにね、こんなガチャ券を費やすのもあれなんでね。まあ、もっとね、社長がね、革命的なキャラだったらって思うんですが、まあ、正直。まあ、革命的っていうか、まあ、強いっちゃ強い、どちゃくそ強いんですが、まあ、ぶっ壊れって感じじゃない。まあ、限定されるんでね、使うところが、やっぱり、うん。使われる層が、まあ、クロードっていう、そういう層に限定されちゃうので、まあ、まあ、広く、まあ、アマネみたいに広くみんなに使われるって感じではないと思いますね、うん。しかも、826で、まあ、実装が期待されているファンアート1位のキャラ、元葉あんこちゃんですね。ちょっと画像出します。なんか、パワーがありそうな感じの、イラストなんで、もしかしたらパワー上限が来るのではないかと、割と期待されているんですね。なんで、選手キャラのパワー上限が社長だけじゃなく、元葉あんこちゃんが出たとしたら、まあ、そっちのが、もしかしたら使いやすいって状況が、もしかしたら出てくるかもしれない。なんで、826で、まあ、パワー上限の貴重性だけで、まあ、社長を狙うよりも、826まで待って、元葉あんこちゃん、こちらを引くに行くっててもあり、よりのありですね。うん。って感じになってまいります。うん。元葉あんこちゃん。まあ、女性キャラですね。うん。なんで、まあ、わざわざこんなために社長を引きに行くわけではないというのが大事だと思います。これが、まあ、今回のガチャ評価。ですが、まあ、もう一回言いますが、まあ、これに関しては、まあ、皆さんの自由ですのでね。まあ、例えば、社長が、その性能的にもイラスト的にも大好きだって人、コンシューマーからパワープロやってて、社長割と思い出があるって人は、まあ、それは別ですね。うん。だね、まあ、最終的に決めるのはあなたというわけで、まあ、他人放棄なことを言って
ってはいるんですが、自分はまあそんなおすすめしないという感じ。まあ自分持ってるっていうのもありますがね、持ってないとしても多分引いてないような気がしますね。ということでね、今回ガチャ評価とさせていただきました。皆様どうだったでしょうか。よければ高評価、チャンネル登録などで応援いただけると非常にありがたいです。ということで次の動画でしょ。バイバイ。